栄冠ナインクロスロード。栄冠クロス1周年監督バトルロイヤル実装イエーイ。というわけで監督バトルロイヤルについて1年の流れを見ながら語ってもらおうかしら。うちのチャンネルで一番人気のこの動画の監督バトルロイヤルバージョンだな。古い動画ではあるけど、行くぞ甲子園ステージの基本の動画ね。今でも通用する部分が多いので、興味がある方は概要欄からどうぞ。それじゃあ監督バトルロイヤルスタート。監督バトルロイヤルの専用パネルで、とても大事なのがトレードパネルなんだぜ。他にも専用パネルはあるけど、トレードは大事。これだけまずは覚えててくれよな。トレードは大事。入学式から順番に説明するので、トレードが大事な理由は9月以降に説明するんだぜ。順番に説明した方がわかりやすいものね。なのでまずは入学式から。新入部員選びが始まるわ。と言っても、最初のうちは好きに選べばいい気もする。ルーキークラスは感覚をつかむ感じよね。うちの環境では特に苦労もなく4年目に夏優勝。難易度が地獄じゃないことに安心したわね。ノーマルにランクアップ後も4年目に夏優勝。特に苦労もなくハイノーマルへ。ここからちょっと工夫して、特待生は野手3人。監督バトルロイヤルの仕様として、野手の成長が良い、というのがあるので対応します。投手は先発プラスベンチ3人いないと、総合力マイナス1000のペナルティがあるので、一般入部で投手2人ずつ入れたい。投手1人でもなんとかなりそうな気もするけど、安定しなさそうなのよね。おすすめはできないんだぜ。一般入部のここは野手練習のやつを選びたい。投手特待生を入れない関係で、投手系の機材や特能練習はほとんど意味ないものね。特待生は SR 以上を選びたいな。しばらく使っていない PR 以下の特待生は、他の監督チームに入部する可能性があるのよね。キャラ資産に余裕があるなら PR 以下は他チームに入部させたい。あとあとトレードで自チームに入れることができるからな。レアリティが低いとはいえ、機材と青得の練習が増えるのは大きいわよね。入学式についてはこんなところか？それじゃあ次に行くぞ。入学式が終わって最初にやることは何かしら？ミッション内容の確認だな。監督バトルロイヤルは、チーム育成ゲームではなく、ミッション消化ゲームだ。ミッション消化が最優先なのね。能力に関係するミッションもあるが、コンボとかどうでもよくてミッション達成が優先だぜ。とにかくミッションこなして報酬のお手紙を集めるのね。手紙がないと設備強化ができないんだぜ。最初のうちは大したことないけど、レベルが上がると、要求される量がすごくなるのよね。そのうち400とか500を要求されるんだぜ。設備強化の順番はどうするべきかしら？物質等からおすすめしたい。入部選手の枠や特待マネージャーの枠が増える。そういった育成面でのストレスが減るのが物質等レベル。上の3つは全部育成効率アップ。それ以上の効果はないんだぜ。基本物質等優先。残った分で上げれるところ上げる。そんな感じでいいかしら？いいと思うぜ。ほいじゃ5月になったわよ。練習指示をしてちょうだい。全員万能でよし。え？え？ちょっと。ちゃんとやりなさいよ。ポジションかぶりの解消でコンバート、ミッション用に3年生は要求して、それ以外は万能。そうそう、そういうのが欲しいのよ。設備が強化されると、この野手能力に関しては4月終了時点でクリアしてたりする。え？逆に投手能力に関してはクリアできないか、他チームの選手にクリアしてもらう。え？なので全員万能でよし。監督バトルロイヤルの使用上、それで大きな問題はない。そうなの？野手のミッション用に練習を調整するぐらいはやるけどな。たまに補給とか、へこんでるところを要求される時があるからな。他チームの選手にクリアしてもらうっていうのはどういうことかしら？それは学内代表争奪戦に関わってくるんだぜ。5月の遠征後に始まるやつね。これに勝って代表になると、他チームから選手が1人獲得できる。そこでエースを獲得。自チームのエースより他チームのエースはかなり強い。そのエースに投手能力の条件をクリアしてもらうのね。
そういうことだぜ。なお毎年必ずクリアできるわけではない。エースのコントロール低すぎ。2番手のコントロール C の選手を選んだ方が良さそうだな。争奪戦も終わって6月になったわよ。はい、ノーマルで監督4人になれば6月まで争奪戦があるんだけどな。そうなのね。それ以外に語ることはないんだぜ。じゃあミッションの青マス何回とかを意識するぐらい？ミッションの絡みもあって白マス踏む意味は基本ないから、武器と相談しながらマス変化させていくといいんだぜ。じゃあ次は7月？予選が決勝までカットされてるから6月と変わらないんだぜ。ミッションを進めましょう。争奪戦で負けてると7月と8月は試合日程そのものがなくなるぞ。ちなみに、争奪戦で勝った後予選で負けることはない。断言しちゃって大丈夫？この動画の編集時点で30年以上やっているが一度も負けたことがない。わざと負けようとしない限り負けることはないだろう。じゃあ甲子園本番よ。8月になったわ。ここのレベルが上がれば勝てる。低いと勝てない。周回頑張ろう。頑張ろうじゃないのよ。もっとなんかないの？攻撃指示と守備指示のどっちがいいとか。自動試合がいいぞ。栄冠クロスにおいて周回する以上に効果のある攻略法は存在しない。設備強化こそが甲子園優勝への道なのね。ミッションこなして設備強化、そうすれば勝手に優勝する。9月になったわ。送別会の前にやるべきことがあるぜ。何かしら？入学式で投手特待生を入れないという話をしたよな。あったわね。争奪戦後にエースを獲得という話もしたよな。したわね。すると、エースのスカウト評価は能力値に比べてとても低い。そういうことになるのね。その対策がこれ。推薦状で評価を稼いでドラフト指名させるのね。そういうことだぜ。選手ボックスで野手に比べて投手弱すぎ問題の解決法だぜ。4月と10月のアイテム選びや行商人イベントで推薦状の確保が必要ね。秘密の推薦状でプラス50、極秘の推薦状がプラス100、ドラフト指名はスカウト評価の高い順。それを踏まえてスカウト評価を操作してね。送別会が終わると代表選考。選考と言いつつ勝手に選ばれるのよね。選考基準がよくわからない。この辺に詳しい方はコメント欄で教えてください。お願いします。9月以降もミッションこなしながら試合を適当にやっていくんだが、トレードについての話ね。トレードの目的は3つある。ふむふむ。1つ目はミッション条件クリア。下半期のミッション追加時にも追加される時があるわね。2つ目は他チームの特待生獲得。機材と青徳の練習追加。これらは9月以降じゃなくてもいい。むしろ特待生は1年生の早いうちに獲得したいぐらいだ。相手候補はランダムみたいだから出てくれるかどうかは運次第ね。そして3つ目が翌年のエース獲得だぜ。え？エースをトレードで取っちゃうの？野手はこっちが圧倒的に強いが、投手は NPC の方が強い。監督バトルロイヤルの仕様ってやつね。そして可能な限り NPC が育てた後に獲得したい。早い時期だとそれほど育ってないってわけね。2月とか3月に獲得したいが獲得できなかったら投手が弱いままになってしまう。トレードマスを作るにも武器と回数の制限があるしね。こんな感じで、うまいこと候補に出てくれたら最高。でも、こっちはちょっと微妙。どうして？強い投手特待生なんて最高じゃない？栄冠クロスの基本仕様と監督バトルロイヤルの仕様と関係がある。どういうことかしら？投手特待生を入部させないっていう話があったよな。あったわね。争奪戦で勝つと選手が獲得できるっていうのもあったよな。それもあったわね。学年ごとに選手上限は10人。上限を超える場合は、放出する選手を選ぶ必要がある。トレードを含めて選手の放出時に、キャプテンと特待生は選べない。そういう仕様になっているのね。投手特待生が同学年に2人以上いる状況で争奪戦後に投手を3人取った場合、その学年の投手が5人になってあんまり嬉しくない。投手4人になるように野手を獲得したらいいんじゃないの？それでもいいんだが、総合力的には強い投手4人体制が望ましい。チームに投手特待生がいないならトレードで取るのも悪くはないが、
当時特待生は基本的に野手練習を持っていない。野手育成に強い監督バトルロイヤルと相性が良くない感じね。キャプテン指名も特待生にして、NPC の育てた投手を取るために不都合のないようにしておきたい。いろいろな都合でこういう投手特待生よりも、こっちの一般生の方が望ましい。できれば、二人以上欲しい。わがままね。争奪戦で勝ちやすくなるし、他チームを強化する余裕にもなる。他チーム強化マスの使い方ってそういう使い方なのね。投手育成は外注。一年の流れを確認っていうよりも、トレードの使い方講座みたいになってるけど。だから最初に、トレードパネルはとても大事って言ったんだぜ。3分ぐらいトレードについて語ってたけど、10月以降に何か大事なことはあるかしら？ちょっと、4月から始めてまだ半年しか経ってないわよ。2月で終わる新人スカウトとかはどう？4ヶ月飛んだんだぜ。でも、野手は持ってくる機材練習とかで選ぶし、能力はほっといても伸びるし、天才発見を祈りましょう以上のことを言えそうにない。なんか、今までの話をまとめると、1、入学式では野手特待生を優先。2、育成よりもミッションクリア。3、トレードでエースを獲得。この3点を意識すれば監督バトルロイヤルはいけるっていう話になるような。ああ、正解。素晴らしいまとめなんだぜ。こんな雑でいいのかしら？でも、武器投入とかミッションとか意外とやること多くてプレイは楽しいんだぜ。周回楽しむ前に動画編集しなさいよ。それは監督が悪いんだから監督に直接言ってほしいんだぜ。春高勝てない奴の動画なんて速度以外に勝ちなんてないでしょ。なんてことを言うんだ。それじゃあ今回はこの辺で終わるんだぜ。最後の締めぐらいはちゃんとやってよね。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。